今ここ沖縄市ですね、動物園前、約800メートルです、ここから先はね。ここは郵便局通りっていうんかな、子供の国通りかな。で、先っちょに見えるところがですね、コザっていうところの、繁華街っていうのかな、まあ、アーケードとかあるところに行くんですけどね。そこはね、かつては音楽がすごくね、ブームで、まあ、紫とか結構有名なんですよ。で、結構そこでね、米兵たちもね、結構出入りしててね、ちょっとバンドのメンバーもね、生バンド のメンバーも、ちょっと下手くそなのがいたらね、ビール瓶とか入ったらね、当たり前に飛んでくるようなね、そういう時代があったそうです。ただしね、そのコザでね、バンドをしてた人たちっていうのはね、かなり凄腕の人たちが多くてね、もう、今のその何ですか、音楽界にも結構関係してるんじゃないかなと思われます。で、まあ、10月に入るとですね、まあ、エイサーとかですね、そういういろんな、まあ、地区のお祭りとかね、いろいろ、まあ、にぎやかに、まあ、コロナ禍の後にね、まあ、ちょっと落ち着いてきたということでね、開催される予定の、弾幕とかね、看板がね掲げられていますね、今ね。まあ、沖縄本土全体的にあれでしょうね、祭りがいろんなところでされてるみたいです、はい、ザザッと、はい、こんな感じです。はい、じゃあちょっとね切ります。